皆様こんにちは。ピアノの時間、平田真紀子です。今日は音楽のいろは、スケールについてお話しします。スケールというのは、その音楽で使用される主要な音を音程上に並べたシステムです。例えばお琴ですと、これがお琴のスケールになります。それから中国ではこういう音階がよく使われますよね。西洋音楽では普通スケール音階は7つの音からなっています。 1,2,3,4,5,6,7、 そしてまた1ですね。7つの音はそれぞれ性格、役割、そしてお互いへの関係を持っています。今日覚えていただきたいのは、主音と呼ばれる音、主な音と書いて主音と呼びます。一番最初の音です。音楽というのはいつも主音に強く惹かれ、主音を出発し、主音に帰るものである、過程であるということ。主音というのは音楽においてホームであると言えるということです。もう一つ覚えていただきたいのは、動音、導く音、動音と呼ばれるスケールの7番目の音です。 1,2,3,4,5,6,7、 この音ですね。動音というのはスケールの中で主音に一番強く惹かれている音です。動音を聞いてから主音を聞かないと変な気持ちがします。変な気持ちがします。それではスケールをふんだんに使ったモーツァルトのソナタ16番、波長調ケッヘル545番から1楽章をお聴きいただきましょう。お楽しみください。ピアノの時間、平田真紀子でした。ありがとうございました。